どうも食べなくて、ささみを細かくしたのを、ね、食べたね、今日も。あ、今日食べたんですか。今日、あ、昨日の夜ね。あ、今朝も食べたのね。食べたけど、少し食べたの。うん、吐き気はないですか。吐き気はない。昨日ここで食べたやつも吐かなかった。吐かないです。これも食べたよね。あ、これこれササミは昨日までも絶対口にしない。昨日の鳥のササミみたいな、これのこと。いや、これじゃない。普通の人間が食べるササミ。そう。これはね、本当に食べなかったんだわ。昨日まで。それが今日ちょっと車の中で。今は食べない。今食べない。三本ぐらい食べたから。8.9。はい。でも日に日になんか 目のところが良くなってるみたいだから。あ、そうです、ね、なんか尻尾がちょっと上がってるって。あ、さっき散歩をねさせてたらちょっと上がるようになりましたけど、うん、でもやっぱりじっとしてますか。落ちてうちでずっと昨日も帰ってきてずっと寝っぱなしで、どうでしょうか、それ戻り。昨日と一緒ぐらいかな、まだ1秒ぐらい。でも1秒は超えてないんですよ、ね、そうですか、ね、はい、じゃあね、また点滴して、はい、吐き気止めとか胃腸の調子を整える薬を打ちながら、はい、流動する。今日は 30g 用意しましたんで。あ、そうですか。昨日よりもうちょっと。ありがとうございます。ご飯食べれるもん ね、よかったね。昨日もすごい食べちゃったもん ね。うん、今朝うちでダーッとおしっこが初めて出ました。裏に行くの嫌だったみたいだけど、うん、今日はね、夜だけど朝起きたらおしっこダーッとたくさん出ました。それはいいことですね。その対戦するの、ねえ、おじさんにしろいい。点滴が落ちない。脂肪だから震えてるね。タコとこはない。私見ようだね。はい、ごめん、150。ごめんね、ちょっとまた遅刻するよ。その体勢がいいの？ゆっくりたかん。はい。よいしょ。もしかしたらさ、昨日ちょっと血液取ったけど水源が絡んでるかもしれないんだよね。あ、そうですか。それで結果は分かりません。結果はまだ来ません、はい、これはちょっと院内検査じゃないんで、2、3日かかると思いますが。水源だとなんかまた治療方法が違います。そうですね、もうちょっと強力に痛み止め使ってるんですけど、もうちょっと強力に痛み止め使うか、ステロイド使うかした方がいいかもしれない。外来でやるとなる。点滴をね、本当はね、やらせるもんね、この子、血管からやった方がいいんですよ。だけど、それは外来ではできないんですよ。そうですかね。そう、だからまあ、ちょっと外来でできる範囲の治療でね、やらさせてもらってるんだけど、まあでも、それでも、ちょっとずつは良くなってる感じはあるみたいだから。全然これも普通の硬い昨日のジャーキーも全然食べなかったのがね、少しずつ舐めるようになったので。腸内バイオームってまだあります。サンプルのフード、あれサンプルのフードってしてなかったっけ。フードあるね、あれをここでは流動食で使ってるわけなんだけど、 あれね、出してもなかなか食べないですよね、うん、だからまあでも一応試してくださいね、はい、あれ食べれば絶対ジャーキーよりもそっちの方がいいはずだから。子供の使ってたカリカリなんでしたっけ、この子。あ、ドッグフードですか。メタボリックス。確かメタボリックスの3キロの買ってるね。メタボリックスね。アメリカの。普通のメタボリックスですね。はい、すが、もちろん それも食べそうだったら。いや、それも食べないので、今のところ。どうした？暑いの？ね、ささみだけはなんかね、細く切るとね。でね、カチカチ。これよりもね、ただのささみの方がいい。あ、そうですか、うん、これちょっとただのささみって言ったらおかしいけど、普通のささみ、普通の鶏のささみね。それおやつで置いてあるだけで
150。入ったら教えて、まだちょっと止めないから、もしかしたらもう50足すかもしれない。今いくつ？もうちょい150です。あんまりね、寝てばっかりで歩かないと人間と一緒で手足がヨタヨタになってて筋肉を押してくる。30秒以上つまんでレーザー、ね、ごめんね、ちょっとつまむね、ちょっとね、あったかいなっていうか、明日も連れてきた方がいいですかね。そうですね、ちょっとまだ食欲が出てくるまでは毎日来てもらった方がいいですよね。それで、ね、点滴と栄養補助と、まあ、金、あ、明日も、あれ、今日水曜日ですよね。そう、まず金、そう、またね、祭日が続くので、そう、祭日のプリントまた10枚か20枚か金、とりあえず木振動とね、出てきて、大体ね、100リットルになればいいんだけどね。どうしたの？暑いの？暑いかな？暑い？このハーハーはあれですよね、暑いからでしょうかね、ベロ出してるの。ハーハーって出てる。そうね、暑いからかな、ね、さっき水飲んだね。まあでも吐かないっていうのがありがたいですね。いや全然吐く気もないね、うん、まあかなり強力に吐き止めはしてるんですけどね。そうですか、うん、吐かれるとさ、あの栄養補充ができなくなっちゃうからさ。そうですね、はい、食べてもね、吐くとね。総合ビタミン剤と肝臓とか心臓を元気にする薬と、アンピシリンという抗生物質、それからマロピタントっていう吐き気を、おしっこがね、薬臭いのが出てくるので、出てきます。これブプレノルフィン、痛み止めね、はい、でもお腹の痛いのも初日よりはだいぶお腹柔らかくなってきましたね。すごい硬くしてたからさ、最初こうね、カチカチだったの。